下関市立考古博物館です。はい、こちらの方に遺跡があります。岩屋古墳ですね。ここに案内図があります。荒木遺跡ですね。真ん中にあるのが若宮1号墳、手前が3号墳というようになってますね。向こうには墳丘墓があるという感じです。はい、今日は日曜日の夕方ですけど誰もいませんね。これが3号墳です。ぐるっと回っていってみましょう。若宮古墳です。周りを一周してみます。高さはこれは何メートルあるんですかね。結構高い感じです。段が2段ぐらいありますね。向こうに墳丘墓が見えてます。次近寄ると全部入らないですね。この辺りから上に登ってみます。はい、おっと滑りそうです。ここも小山になってますね。おっとっとっと、滑りました。この固めてある緑のやつですね。はい、あっち側にもなんかありますね。こんな感じです。向こうには響き灘が見えてますね。はい、こちらの向こうの方が新城の方ですね。はい、では降ります。墳丘墓です。こんな感じですね。
ております。ここは1メートルぐらいの高さですかね。あ、こんな向こう行ってみます。神谷2号墳です。これは 6-7 センチぐらいの高さですね。はい、ここから見てみます。はい、